コーデはちょっとこのねカラーパンツ、ピンクのカラーパンツをメインにして、他のアイテムはこういう T シャツのロゴだったりイヤリングだったりパックでクリーンで統一しました。そして私らしさを出すためにアクセをジャラジャラ付けしました。ポップで可愛いだけどちょっと大人っぽさが大好きなコーデにしました。 Y2K のポイントも取り入れながら大人 Y2K にしてみました。小物が少ないと Y2K っぽくないなって思ったので、大きい指輪とジャラジャラしたネックレスとサングラスで Y2K っぽくしてみました。全体的にはシンプルなデザインなんですけど、トップスにちょっと派手めな青を使って、形は大人っぽいけどポップさを加えて大人ポップみたいなコーデにしました。と下はこのバイカーショートでキチッとしてるので、上はキチッとした T シャツじゃなくてピタボピタビッグサイズの T シャツを着て、ピタボピタが可愛くなるようにしました。これは小悪魔ガーリーコーデなんですけど、ほとんど白白×黒のコーデが多いんですけど、夏だから涼しく見えるように、あブルーグレーのストライプのブラウスにして、バッグはカゴバッグにして、普通のフィールド部分と色を合わせて統一感を出しました。マーメイドスカートになっていて、リーンの色なのですごく爽やかな感じがするし、シアな感じのお花のバッグもすごく夏っぽくて可愛いなと思います。でリボンもそんな感じの素材で合わせたので、これが私のおすすめのカードになっています。このトップスを使いたかったので、ちょっと模様が入ってるので、ストレッチでまとめて、スニーカーはちょっとカジュアル系なので、ここに膨らみました。テーマはオパリなフレンチガーリー、フリルとか水玉とかリボンとかでフレンチガーリー要素を重ねてて、ガーリーな感じのコーデにしました。あと飲み込むなので夏でも重くならないように足出したり、あと首回りをスッキリさせて夏らしく食べてみました。私は Y2K コーデは結構ピクルって感じのコーデのイメージがあるんですが、地元で着るなので着やすいようにちょっと淡めのピンクのパンツを使ってみました。あとは裏でまとめて派手すぎない Y2K コーデにしてみました。今日のコーデのポイントは Y2K がテーマということで、この鼻出しだったりとか下のルーズソックスでちょっと昔の流行りっぽくコーデをしました。中はこうこのトーン系で揃えて、このミッキーの中のシャツで差し色っぽくしてみました。 Y2K でも地元で着れるっていうので、黒のバイキング感をなでしにして、 Y2K らしく緑のメッシュのトップスを着ました。ショート丈とちょっと早いウエストになったスカートで足長効果もアップしました。大人っぽくしました。この、ね、上まではモノトーンにして、大人っぽくだけだとまずいってなんか頑張らないなって思ったので、バッグも麦わらっぽくして、まずまずを出したのと、もう一つ靴なんですけど、靴をねちょっとフキッとした緑にサンダルにして、コーデに一つポイントを加えて、一気にパキッとした夏っていう感じにしてみました。以上です。全体的にトントンで統一してみました。夏なので結構甘々なガーデンっていうよりも、フルーツとかリボンとかで地物とかに甘さを取り入れました。そして金のボタンがちょっと韓国っぽい今っぽい感じのボトムを取り入れました。こっちにちょっと手あげた時にチラッと絡めてするのがポイントです。イケてるミーハーガーデンというテーマニューエラのキャップと白のスニーカーと、トップスとバッグがシーンのもので流行のものを取り入れたコーデになっていて、クロップド丈のトップスにリボンを合わせたことですごい足長効果にもなるし、細身で、ね、リボンのものでこの夏ぴったりじゃないかなと思います。トップウェイズのキアセイクワンプスタイル、街にオシャレするよみたいな感じのテーマなんですけど、デコルテラインを見せたり、キャップとかネックレスで上に衣装を乗せて、下はミルクとかパーツで、
スタイルかって感じで、このコーデのポイントは地元コーデなので、ちょっと地元らしく T シャツとか着るんですけど、キャップとかこういうネックレスとか流行りのものを使って、ちょっとおしゃれにしてたのがポイントです。ポイントはトップスとボトムを同系色にしたので、あと帽子が今有名なので、今まで